はい、始まりました、キャマズクッキング。今日やる料理はね、冷蔵庫にまたちょっとね、細かい野菜の在庫が増えてきちゃったから、まあ、在庫処理っていう感じで、まあある材料でなんかちゃちゃっとやろうと思うんだけど、まあちょっとさっき見たらね、これ買ってたのまだ残ってたから、春雨でなんかやろうと思ってて、ひき肉だけちょっとね使うんだけど、なんていうか、麻婆春雨とかなんとか麻婆茄子とかいろいろやってきたけど、これもう冬だし、どうだろう、スープ春雨なんかの感じで、ね、これで一食を賄える、これを麺の代わりとして一食で賄えるようなスープ仕立てのスープ春雨みたいな状態でちょっと作ってみようかなと。まあうまくいくかどうかは、まあ今日はぶつけ本番でやるんでね、ちょっとまあやってみますね。これこの間使ったこれ、あれ、小松菜のマリノあるかな、白菜これこんなちょっとだけ余ってるから、でこれもねちょっと半分傷んでるから、これ使いとこだけ使う、こんなんでいいよね。あと卵でも使おうかな。じゃあイメージついたから、もうすでに、じゃあやっていきたいと思います。はい、じゃあまあまずね、麻婆なんちゃらの麻婆の感じもこう思わずしつつ、ちょっとピリ辛で、ちょっとまあいい感じにちょっと今イメージしたから、じゃあやっていきますよ。じゃあまずね、油大さじ1杯分ぐらいかな、よいしょ。でこれでひき肉、これいつも通りちむちゃんと2人前作るね。 200g ぐらいでも十分と思うけど、まあちょっと多いから、やっぱりじゃあ 200g ぐらいね、ちょっとどこでこれもまあ炒めていくんだけど、でこれでね、まずこの段階で香り入れます。はい、ここで毎度おなじみね、僕のチャンネルでおなじみになってきたね、これね、ニンニクと生姜のみじん切りね、のオイル漬け。これまあ作り方を知りたい人は別動画載せてあるんで、概要欄かに URL 載せておきますね。そしたらこれね、小さじ1杯分ぐらいちょっと入れて、はい、でこれでニンニクと生姜の香りバシッと入れます。いやもうこれ入れた途端にもうすごいからね、この感じたまんないね、いい匂いですね、いい匂いだよね。さあそしたらね、このある程度均一に炒まってきたところに、今日はねピリ辛で豆板醤ですよ。ここでね、豆板醤まあ好きなだけでいいんだけど、まあちょっとね、小さじ山盛り1杯分ぐらい、2人前設定だからね、これでまあ好きな人はもっと辛いの入れてもいいですけど、これで豆板醤も入れて、この豆板醤のね香りをこう追加してこう飛ばして、もうこの段階でちょっと麻婆っぽいでしょ。でもこれ麻婆だとここに甜麺醤だとかいろいろ入れるんだけど、まあ今日はねスープ仕立てってことで、あんましね甘ったるい味だとちょっと合わないようなイメージしてるから、今のとこね。でこれでこのひき肉だけ入れて、よし、まあねこの段階でちょっと今これ両方洗ってきたけどね、まあその余った野菜をこれ入れていきましょう。でもこれはもう切り方どうでもいいから、こんな感じでね、で白菜をバーン入れていく、で小松菜もこの端だけね取って、でこれもはい、で入れちゃいましょう。はい、いやいい感じだね。よし、これでちょっとこのね、ここからまたさらにいるから、まあここでちょっとさーっと油が回ったところで、お水をね、でチムちゃんの2人前ってことで、これで 400cc とかに入れて、今ねこれ2杯入れて 800cc だね、 800cc、 1人前 400cc の設定でいきます。そしたらこの春雨、これはね1個どうやら 35g だって、これを3袋入れちゃうんです。でこれで、じゃあこれ3つ入れるね。これでね、このまあ春雨っていうのはね、本当にこの健康にいいのよ。なんでかっていうとカロリー少ないんだよこれ。なね、カロリーさ、チムちゃん、あれでしょ、前調べてあるでしょ、どんな感じだっけ。確かそうでしたね、前調べた時も比較して、まず白いご飯が、まあ、100g あたり、156kcal、食パンが248kcal、はいはい、でうどんが、まあ、茹でた状態で95kcal、はいはいはい、これもまあまあ少ないんですけど、でも春雨、76kcal っていう。めちゃくちゃいいよ。そうなんです、やっぱ一番、いやだからこれをな、主食として麺の代わりに一食として食べてたらダイエット効果もあるってことだ。そうですね、他のものに比べて、うん、しかもこれってグルテンフリーなんだよ。だからやっぱ米由来じゃないから、そうですね、極糖だから、春雨っていうのは、だからグルテンとかこう気にされてる方にもめちゃくちゃいいってわけなんですよ。いいですね、ね、素晴らしいでしょ、これね、素晴らしい、素晴らしいと思うんだよ。でこれでさ、でこれ入れると結構な量になるから、
で、ここに味入れていくわけなんだけど、これね、だとこれ2人前なんでね、これあのソーミンシャンタンね、小さじね、2杯いきます。で、これである程度の、まあ、塩味ベースついて、で、鶏の、まあ、ベースがつくね。で、この段階でさ、で、ここに料理酒だね、ここで鶏からベースに対して酒の旨味をこうちょっと入れて2杯入れて、これでね、醤油だね、これちょっとね、待ってね、大さじちょっと1杯半でよし、ちょっともう一回、チリ、じゃあ半分よし、じゃあね、大さじ2杯、あの、醤油はこれで、びっくりしておく、あー、バッチリ。これでちょっとピリ辛っとしてんだけど、ニンニクも生姜も効いて、で、ガーッとこう来る感じのスープになりました。はい、そしたらね、ここにまあね、このままこれでも仕上がりでもいいくらい、もうこの段階でめちゃ美味しいです。これで仕上げていいけど、今日はちょっと卵も入れちゃおうね。ここで卵をこう2つで、これで揚げて、で、これをこうちょっとまだ豪華になるからね。はい、こう卵をこういう感じでこう入れて、よいしょ。で、卵は入れても入れなくてもいいけどさ、はい、こんな状態で卵入れて、で、ふわーっとね、あの卵をこうゆっくり火が通ったところでもう火止めちゃって、はい、で、最後の最後に香りでね、ごま油小さじ1杯分ぐらいこうやって回し入れて、はい、これで完璧ですね。あー、いい香り。そしたらこれをね、普通に盛り付けて、もうね、これぐらいの分量だと本当一食として賄えるよね。この春雨が麺の代わりになってね、美味しそうだね。よし、こんな感じでいかがでしょうか。お好みでね、ペッパーケーブってね、ちょっとペッパー効かしてもいいし、はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、今日の簡単料理ね、研磨式、ちょっと冷蔵庫の余り物で作った研磨式スープ春雨の完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よーし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ。いやー、めちゃめちゃ美味しそうだね。じゃあ早速これを食べる前に、いつも通りチューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい。もう毎日楽しい。へへーってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。どう、これ美味しそうだね。で、これね、麺が今日は春雨だよ。こうなるんだよね。うん、これはきた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 、めちゃめちゃ美味しい。すんごい美味しいね。春雨にこの味がグッと入ってて、ほんのちょっとこの豆板醤が効いてね、ニンニク生姜がバシッと効いててね、麻婆のイメージもちょっとありつつ、ちゃんとスープとしてもこうくどくない感じの味で、さっぱりベースなんだけど香りも高くてピリッとしてる。うまい。で、この春雨が普通のなんていうの、普通のいわゆる麺と違って味を吸ってるんですよ。だからめちゃくちゃこの春雨自体が美味しい。これちょっとキムちゃん、はいはい、じゃあどうぞ食べてみて。はい、ありがとうございます。はい、うわー、この味付け春雨にめっちゃ合いますね。めちゃくちゃ合ってるね。あ、なんかひき肉なのもいいですね、これ。うん、あんかけじゃないのにしっかり絡んでるって感じだよね。ああ、はい、それは春雨ならでは、春雨めならではのね。うん、いや、これはうまいな。これは美味しい。味付けはさ、もちろんこれ多分ラー油とかある、うん、もうちょっとピリ辛したいなぐらいの、うん、ちょっと当然この味ってお酢もあるスーラーみたいにしてもうまいと思う、うんうん、これもお好みでこうカスタムして、うん、お酢ラー油が合うね、うん、最初さ、そのスープたっぷりめなのがだん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 吸収されてね、春雨の味が抜群にうまくなってる、うん、これはびっくりだわ。これはちょっと流行るかも。これ一食十分足りるしね、うん、あ、うまい。あ
あ、思いつきでシャシャって作ったけど、いやこれ大ヒットだね、俺の中で。まあ、めちゃめちゃなんかめちゃめちゃお店でこれが出てきても僕リピートするぐらいうまいですね。これ多分お店で出してもこれは多分売れるものだね、これは。うんうんうん。ってことで今日のこの簡単料理ね、はい、天マス式超簡単スープ春雨、はい、大成功でーす、はい、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。はい、ここから雑談反省会あるんで、よかったら概要欄からサブちゃんに来てくれると嬉しいです。じゃあまたねー。